ここがウリュウくんの部屋だよ。私が片付けたんだ。よいしょ。片付けたって。お布団は？あれ、取れない。待て、バランスが。勉強熱心なんですね、ウリュウお兄ちゃん。早速仲良くなろうと思って遊びに来ちゃいました。離れろ、俺は忙しいんだ、出て行ってくれ。本当に男ならエロ本の一つや二つ隠し持ってますよね。お前まったく、いい加減にしろって。おお、今度は何だ。だから誤解だ。